皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日はフットボールファン待望のエキシビションマッチ、オインシークマウセウン対デンボッシュ、解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。中西さん、早速ですが今日の見どころをお話しください。はい、両チームともどういう形で試合に入っていくか興味があります。撮影を行っています。そしてこちらが両チームの予想フォーメーションです。今日の主審はヨハン・バイカートさんです。さあ、キックオフで試合がスタートしました。サイドを紹介します。向かって左のエンドから攻めるのがマウセウン、反対側右のエンドからがデンボッシュ。左サイドクリアしたのはベイクマンです。右から上がっていった。主審の笛が鳴りました。フリーキックです。ヘルネス・スノイ競り合って中央を上がっていきます。あっと、危ないプレー。マウセウンボールになります。中西さん、両チームともまだ攻撃控えめなように見えますが、ちょっとさあ狙っていった。外した。絶好のチャンスに見えましたが、ここはゴール枠に嫌われます。本当に惜しかったです。マウセウン、絶好のチャンスを逃しました。ここはムジズラと右を使ってきた。前半も15分が過ぎました。激しいチェックに行きます。ありがかりで止めました。ここはユインデュ、ユインデュ大きく横へ運んでいきます。回してフフルフ、縦に出した。レイ、うまく食い止めます。あっと、ホイッスルがありました。ここからのフリーキック、よく守っています。あっと、上です。ファールがありました。つながるか。これは通らない。ワンツーパス、ダイレクトで出す。大きく開いて中央のスペース探した方がいいですね。なんとファールです。倒れた選手、今起き上がりました。今のプレーにカードは出ませんでした。試合続行となります。さあ、キッカーはヘドル、いいところへ上げてきた。ヘッドで、わずかに上、狙ってますね。そうですね、しかしこれは一歩及びませんでした。ここまでですが、両チーム合わせてもまだそんなにシュート打っていません。うん、そうなんですよ。とにかく打たなきゃ入りませんからね。左ウィン、ムジズラ直接フリーキックになります。素晴らしい集中力。そこからバンマコ、エルハー、ファールです。
へ回してフォワードファンデラーク。ロスタイムは4分です。意外に長いですね。前に出した、前へ送る、積極的に奪いに行きます。そしてファンデラーク、ここで前半戦が終わります。それでは中西さん、前半振り返っていかがでしたか。お互い持ち味を出し合った内容だったと思います。はい、それでは前半戦のデータをもとにお話伺います。今後半が始まりました。両者まずは先に得点したいところ。チェックに行く、ファールがありました。この位置から蹴るのはベイクマンです。上げてくるか、ファンデラーク中央にいる、前方へディオレーズ、そしてここはユインデュル、スペースに入れる、これは通りません。どうだ、キーパーここはよくしのぎました。さあコーナーからの最初のセットプレー、ショートコーナー、先制のチャンスだ。さあ打っていった、マウセウ、いまだ無得点ですが、後半立ち上がりどうでしょう。はい、まだ点は取ってないんですけど、試合のペースは握っていると思うので期待できると思いますよ。つないで虹ずらと、レフトバックヘルネスノイ、時計は後半の15分を過ぎました。縦に送ります。少し持ちすぎですね。どうだ、ポイントナイスセーブでしたね。ゴール際人が集まっています。スライディング、シュートだ。後半も半ばに差し掛かったところですが、いかがですか中西さん。はい、ワンチャンスで勝負は決まりそうですね。入るか、ワンパー、ここはよく弾いて一旦ピンチを出しました。よかったですね。もう一度チャンスになります。攻めの時間帯ですね。ボールに高さはあります。素晴らしいディフェンスだ。放った、あーっと惜しい。この調子で積極的に仕掛けていってほしいですね。期待しましょう。さあベルハー、時間は後半30分を経過しました。さあロングパスだ、ね、おっと入った。マセウ、このゴールは大きい。リオレーズ会心の1点。試合の流れが変わりました。いや、いいシュートセンス持ってますよね。この時間での先制点となりました。ここで相手が何らかの対応をしてくると思うんで、それに対してどう動くか鍵になると思います。いいプレッシャーですよ。ベイクマンス、うまくコースを塞ぎます。いいディフェンスを見せました。左サイドを張っていく、左の外から追加点のチャンス、シュート、ヘッドで小さく、ゴール、
後半ロスタイム。ヨンスウン、ここで待望の追加点。ペドレッティ、ミドルから決めてきました。ノリに乗っています。中西さん、もう試合も終わるというところでいい場面が見れましたね。いや、最後の最後までしっかり戦ってますよ、本当に。この時間帯で厳しい状況に立たされています。はい、もうここは急いだ方がいいですね。あっと、ここで試合終了の笛です。2対0、マンスーン勝ちました。さあ、今日の試合ですが、中西さん、振り返っていかがですか。マンスーンとしては実力差はかなりありましたからね、順当な結果だと言えると思います。そして試合終了後のデータを少し見てみましょう。マンスーン、シュート数量